皆さんこんにちは、渋谷区議会議員の橋本由紀です。よろしくお願いします。今新型コロナウイルスの影響でですね、まあ休校、いろんな学校はもう休校になっていて、自宅で学習することになっていると思うんですけれども、渋谷区が渋谷区の区立の小中学校っていうのは一人一台タブレット端末が渡されていて、そのタブレットを使って、まあ、リモートで勉強することになっています。ただ勉強するだけじゃなくて、健康管理、体温、今日の体温とか体調とかをアプリで先生に共有するので、学校に行かなくても先生が生徒みんなの健康状態を把握しているということになっています。で、渋谷区は結構教育関係では進んでいるって言われている方で、去年も渋谷タブレットの日っていう日を作って、全国の学校の教育関係者の方を呼んで、渋谷区の学習の取り組みの成果を発表したりとか、ということで、渋谷はわりかし日本の中では進んでいる方なんですけど、日本全体で見ると世界と比べてやや教育関係のなんていうかテクノロジーっていうのはちょっとこう遅れを取っているっていうのが現状で、近くの国だと韓国とかオーストラリアとかもはじめ、いろんな国が、まあ、まず黒板がなくて電子黒板だったりとか、そもそも黒板なくてプロジェクターで出してるとか、もう教科書は紙じゃなくて端末で渡されて、もうデジタルの教科書だったりとかっていうことが結構当たり前に世界では起きつつあります。で、やっぱりこうこれからの未来ってどん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 技術も進歩していくし、そういう社会の中で生きていく子どもたち、働いていく子どもたちを、まあ、教育していかなきゃいけないって考えると、やっぱり先のことを考えて今できるテクノロジーの教育っていうのをちゃんと導入してやっていかなきゃいけないよねっていうのが今の日本の方向性ではあります。で、まあそういう教育関係のテクノロジーのことをエデュケーション、教育のエデュケーションとテクノロジーをかけてエドテックって言ったりするんだけど、そのエデュテックの導入事業に去年も追加の予算が10億円、国の予算がついたりとかして、まあ、今力を入れているところです。で、エデュテックって具体的にどういうことっていうと、まあ、例えば、まあ、人工知能がタブレットの中に入ってて普通のドリルみたいな学習をするんだけど、自分の学習の進捗度合い、進み具合に合わせてドリルの出題問題が一人一人に合わせて変わったりとかするし、あとリモート、英語のネイティブの先生が英文の添削をリモートでやってくれるから、学校にネイティブの先生がいない状態でも、まあ、質の高い英語教育を受けられたりとか、あとは学校の先生の働き方改革、やっぱりデジタル化されて作業が効率化されるとか、まあ、エドテックをやっていくって最新の教育 ICT 教育とも言うんだけどね、教育をやっていくことによって、まあ、結局何を目指してるかっていうと、まあ、一人一人に合う教育だったりとか、まあ、そのなんていうの、得意を伸ばしたりとか、得意なところはフォローしたりとかね、一人一人に合う教育をしたりとか、まあ、専門の人からのリモート教育、まあ、英語とも限らずいろんな専門の人材の方が遠くからリモートで教育してくれるっていう状態が、まあ、人材を育てるし、みんなの得意を伸ばして人材を育てるし、まあ、都市と地方の教育格差をなくす、どこに住んでるとか関係なくいい教育が受けられるし、まあ、その IT とかデジタルにみんながなれる。で、これが結局、まあ、その地方の創生だったりとか、まあ、一人一人の底力のアップになるので経済成長につながるよっていうのが、まあ、日本の作戦なわけです。というわけで、結局子どもたちに投資して未来の学びを教えていくっていうことが、結局は経済成長につながってみんなにとってハッピーなことになるので、結構渋谷区で子どもたちに一人一台タブレット導入ってなった時も、すごく贅沢とか子どもにお金を使いすぎっていうような、なんか反論みたいなのがあったみたい、反対意見もあったみたいなんですけど、結局はそれが巡り巡ってみんな全体のなんて言うんですかね、利益につながるというかっていうところだと私は考えています。で、とはいえね、とはいえ、まあ、これからどんどん予算もついてリモート教育、リモート教育もできる環境が整うし、まあ、そのエデテック、最新のテクノロジーによる教育っていうのは進んでいくと思うんだけど、まだ先の話だし、今は環境が整備されてないところも多くあるし、まあ、タブレットとか持ってないっていう生徒さんもたくさんいるし、
まあ、ぜひあのうちの学校では今コロナで 休校中だけどこんな風に学習進めてるよみたいな話があったらぜひいろいろといろんな事例を教えてほしいんですけど、まあ特に何を勉強していいか分かんないとか授業がないみたいな人のためにですね、休校中だから今のうちにできる、まあ、自習方法っていうののおすすめを私から紹介 します。私実はあのアイドルデビューした時、東大受験生アイドルっていう肩書きでデビューして、本当に、まあ、受験しかも一回落ちて一浪してて、もう本当に受験勉強とかすごくやったし、まあ、結局東大の入試問題の勉強って受験してなくて、あんまり本当に基礎のちゃんとした学力とかを本当に鍛えるみたいな感じの勉強方法なので、みんなにも応用できるかなと思うのでご紹介したいと思います。はい、でまず自宅学習の掟もうみんなにもう覚えておいてほしいのが、復習をなめるなっていうことなんですよ。勉強することなくなったって言っても、今まで勉強したことの復習はいくらでもできるわけですよね。まあ、教科書さえあればできるっていうことで、まあ、復習をなめてほしくないんですね。で、その復習がいかに大事かっていうのが分かるのがこの図なんですけど、これ有名なエビングハウスの忘却曲線っていうやつなんですけど、まあこれが上が覚えてる度で、こっちが時間なんですけど、こう一回覚えたことってどんどん忘れてくんですよ。時間が経つにつれどん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 忘れてくんですよ。で普通にほっとくと忘れてくんだけど、一回復習すると思い出すで忘れていく、もう一回思い出すで忘れていく、もう一回思い出すってやっていくんですけど、でどん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 忘れるスピードが遅くなって、最終的には定着していくっていうことなので、もう何度も復習することで最強、記憶最強になるんですよね。記憶最強、永久保存版のに近い記憶にまで勉強したことを、まあ、押し上げていくことができるっていうことなんですね。ほんで私これをこういうの今までっていうか、最初受験始めた時全然復習しない子で、こうどん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 いろんなことを覚えなきゃ、いろんなことを覚えなきゃ、いろんなことやんなきゃと思って、いろんなのにバーって手を出してめちゃめちゃ勉強してたのに、全然成績が上がらなくて、復習しないから一生懸命覚えていろいろやっていくんだけど、どんどん忘れてっちゃうから全然定着しなくて、結局いくらすごい勉強してるのに全然テストで点が取れないダメな典型例だったんですね。で、まあ、東大一回落っこちて、一年浪人するってなった時に、一年時間があるわけですよね。もう学校も何もない。一年時間があって、もう、勉強好きにできるというか、もう、時間を贅沢に使って勉強できるってなった時に、やっと心に復習する余裕というか、復習しようっていう気持ちになって、しっかりと一回解いた問題を何回も解き直す、なんか同じ問題集を何周もして、最終的には問題の番号を見るだけで、あ、これどういう問題だったなって分かるぐらいめちゃめちゃ復習したんですよ。でそうするとなんかこう反射神経的に似たような問題が出た時に、スポーツみたいにこう解き方が分かるようになったりとか、あ、こういうパターンかって分かったりとか、もう本当に記憶が定着するってすごいことなんだなっていうのをめちゃめちゃ実感しました。でね、まあ、言ってるだけにならないようにちょっと証拠を持ってきました。でめちゃめちゃ恥ずかしいめちゃめちゃ恥ずかしいんだけど、見えますかね、これじゃじゃん、第2回東大入試実践模試個人成績表で、これ E 判定なんですよ。E 判定ってもう合格、もう合格圏外ですよ。もう完全に諦めろみたいな判定なんですけど、 E 判定が東大の合格、何東大の合格判定がもう E 判定で、でしかも数学がめちゃめちゃ苦手だったんですけど、数学が17点で、なんかもうとんでもない、何これ4096位、4917人中4096位みたいな、ほぼ下みたいな、数学がめちゃめちゃ苦手でそんな点数だったんですけど、ちゃんと復習して、これ2010年の11月のやつなんですけど、2011年の1年後11月の同じ模試の成績がこちら、じゃじゃん、合格判定が B 判定になり、数学がね、問題の数学が4740人中321位まで上がったんですよ。見て、
80点中59点、17点が59点に。もうこれだけでももう復習の偉大さが、だって勉強してる内容っていうか範囲は一緒だけど、ただひたすら新しい問題どんどん解いてやっていくのじゃなくて、同じ問題集を何度も何度も復習するだけでこんな学力って変わるんだっていうのが、マジで復習の偉大さが、まあ、分かる事例なんですね。だからもう数学だけじゃなくていろんなことに言えるんだけど、復習をなめるなと。こういう時間がたっぷりあって暇で暇でしょうがない時こそ、余裕がある分いっぱい復習しとこうっていうのはみんなにすごく言いたいです。で、大事なのが、勉強嫌いになったらもうそれ以降できなくなっちゃうんで、勉強嫌いにならないくらいに本当に気が向いて復習してやるかって思う時にちゃんと復習するっていうのを、復習すると後ですごく得するっていうのをみんなに覚えておいてほしいです。で、もう一つ言いたいのが、語彙力を増やす、その日に語彙力を増やすっていうことです。私高校1年生で高校入った時に、学校の先生に、受験が近くなると心に余裕がなくて暗記どころじゃなくなるから、今のうちに語彙力を増やした方がいいって先生に言われて、素直に英単語帳をずーっとこう、学校の行き帰りとか暇の時とか英単語帳をずっと見てたのね。それですごく語彙力が上がって、そのテスト近くなって焦った単語を覚える必要とかもなくなったし、まあそれは英語にも限らず、古文でもまあ漢文でも普通の日本語の話でもいいんだけど、大体いろんな本とか文章とかに出てくるいろんな言葉って、難しい、自分がよくわかんない言葉があるとそこでこう行き詰まっちゃうんだけど、やっぱいろんな語彙を知っているとこうスイスイ入ってくる文章が。というわけでですね、まあその1、復習をなめるな、その2、語彙力を増やせっていうのが、今休校中にリモートで、まあ、誰でもどの段階でも自分のレベルから始められる勉強だと思います。これは本当におすすめで、やっておいて絶対損ないので、ぜひぜひやってみてください。で、再三言うと、あえて言うなら3つ目、勉強が嫌いになるほどにはやるなっていうことですね。本当に勉強って自分が分かるようになればなるほど楽しいんだけど、やんなきゃやんなきゃって思ってやらされてる感ができてきちゃうと、どうしてもこう楽しむ気持ちっていうのがなくなってきちゃうので、なんかこう趣味勉強ぐらいの気持ちのレベル感でぜひぜひやっていってほしいなと思います。それが絶対絶対絶対後々得なことになると思います。ぜひ試験とか、学校のテストとか受験とかでちょっと点伸ばしたろかなって思う人はぜひやってください。はい、というわけで今日は、まあ、その最新の日本の教育政策の話と、休校中にできる自習方法についてお話しさせていただきました。今この休校でいろんな学校が強制的にリモートで勉強しなきゃいけない状況になって、さらにですね、日本の教育政策に追い風が吹いて、この教育界のパラダイムシフトが起きようとしています。まあ、その一方で、今すぐにできる、自分にとって得になるためになる勉強っていうのがまたあるので、ぜひ皆さんおうち時間を過ごしているときにぜひ自習をしてみてください。はい、というわけで皆さん最後までありがとうございました。チャンネル登録、高評価、拡散、質問、どしどしお待ちしてます。ありがとうございました。